今私は韓国のインチョン国際空港第一ターミナルに今ねプピョンから移動してきて到着したところなんですが、これから韓国を去りまして香港に行きます。めちゃくちゃ久しぶりですね、香港に入るのは。去年の12月にですね、一応香港のまあ空港を乗り継ぎで利用して入国はしなかったんですけど、で立ち寄ったっていうのはあるんですが、実際に入国をするというのはね、でしかも街中に出て滞在するっていうのはもう 3,4 年ぶりぐらい。香港に関しては今まで厳しいコロナの規制があったんですが、まあ、今もう ほとんど撤廃されまして、ワクチン打ってなくてもね行けるというぐらいまで緩くなっております。いろいろねやらないといけないことはまだ多少残ってるんですが、であと香港はね今後3月4月以降かな、日本でもこうキャンペーンが多分実施されてですね、航空券無料配布とかなんかバウチャーがどうとかいろいろやると思うんですが、香港自体もすごい人気の観光地だったんでね、以前はね、でお客さんを海外からの人をこう呼び込もうっていうキャンペーンも今かなり展開されておりまして、まあ、今回香港行くときに、ね、その話はしようと思いますが、今回はとりあえずインチョン空港から香港に向かうお話で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。早速なんですが、こちらインチョン空港第一ターミナルから今回ね私がどうやって行くのかというと、香港航空を利用して香港空港の方に行くという航空券を予約しました。香港航空ね私知ってはもちろんいるんですけど、乗ったことは1回もなくて、大体自分が香港に行くときはセントリアからだったら香港エクスプレスかキャセイパシフィック航空、これを利用してたことが多かったんですが、今回は初めて香港航空を利用して行ってみようと思います。香港航空はチェックイン第一ターミナルですね。で今回航空券のチケット先に言っておくと1万6000円ぐらいかな、まあ、燃油サーチャージとか全部入れて、で荷物も30キロまで無料で、機内食もつくのかな、だから LCC ではないですね香港航空はね、だから割と安い、日本発になるとちょっと高くなるんだけど、インチョン発とか、台湾発とかバンコク発とかそういったところで買うとすごく安く行けるんですよね。で今回は今韓国にいましたんで、そのまま香港に行ってしまおうということで、行きます。それでですね、チェックインを第一ターミナルで今来たんでこのまましていくんですが、ちょっと先にちょっと朝ごはん食べます。香港航空ね、アライアンスに加盟してないので、まあ、今回は香港航空私平会員なんでプライオリティサービスないですし、まあホテルさっき出てきたね、まだ朝ごはんとか何も食べてないんで、ご飯を今から食べようと思います。ちょうど1ヶ月半前ねプピョンから帰るときにこちらのレストランで食べたんですけど、これ確かねプサンの空港にもあって俺が食べたと一緒だと思うんだけど、これすごい美味しかったですね。ここで今から食べようと思います。ということでお店入りまして、もう注文しました。前回と全く同じものなんですが、この、キムチスープというかユッケジャンスープかとチルソンサイダーと、このハンバーグがねめちゃくちゃうまい。はい、こんな感じで食べたいと思います。いただきます。超うまい、しみる。いやうまかったですね、もう大満足です。まあ、これで心置きなく韓国を出国できそうですね。とりあえず今から香港航空のチェックインしていきましょう。ちょっとチェックインするまでにまだ時間あるんで、こちらのパン屋さんよく街中にもありますけど、ここでねちょっとマヌルパン探そうと思います。マヌルパンって今韓国で流行ってるニンニクバターのパンなんですけど、ちょっと食べたくてですね、今回食べれなかったんで、あったら空港でちょっと食べようと思います。今韓国で流行ってるマヌルパンが売ってました。でも1個500円するの、4900ウォン、高いねこれですけど。ということでマヌルパン買いました。すごいニンニクの匂いやばすぎなんだけど、これ全部このガーリックバターですね。なんか裏側にも染みてるぐらい入ってます。すごいですよこれマジで。まあ、最近ね本当なんか街中でマヌルパンばっか見ますね韓国。じゃあいただきます、マヌルパン。うわやば超ニンニクの匂いだ。意外と甘いんだ、パン自体が甘くてガーリックバターがすごいみたいな。ちょっと想像と違う味だ。うまいです。でも1個500円ですよパン、めちゃ高いね、空港価格だと思うけど美味しい。でもということで香港航空のチェックインカウンター M カウンターですね、第一ターミナルの一番奥端っこでした。もうチェックイン始まってるのかな。先日私が乗ったエアプレミアですね、成田初便乗りましたけど、見てくださいこんだけ人がいます。すごい人気なんですね。ということでまだチェックイン始まってなかったんで、あと30分後ぐらいなんで、
ちょっと今時間あるんで喋りますが、香港、まあ、入国するにあたってですね、まあ、特別なそんな規制はないんですけど、あの出発48時間前の PCR 検査推奨みたいな感じになっておりまして、あとまあ抗原検査でもいいんですけど、で自分であのキットを使って検査して日付の分かるようにそのキット自体にですね日付書いてその写真を撮って保存しておく、それでもいいみたいなん で今ね実際今日ホテルであの出発前にやったこれ画像なんですけども、はい、あのちゃんと陰性だったんで、これを持っておけばあの、まあ、入国するときに求めることはないらしいんですけど、抜き打ちでチェックがあってどうなんだってなったときにこの見せれるようにしておくっていうのがあの今必要みたいですね、うん、ちょっとその辺がややこしいというか、まあ、ぶっちゃけやらなくて入ってる人もいっぱいいると思うんだけど、もし抜き打ちで捕まったときにこれが出せるようにしておいた方がいいということで、まあ、実際にちゃんと私やりましたんで、はい、これ日本で買ってきた検査キットで、まあ、何でもいいんですけど、はい、そんな感じです。あとはですねハロー香港っていう今キャンペーンをやってるんですよね、香港、政府観光局さんがやってるやつで、今、まあ、枚数っていうかその数に限りはあるんだけど、まあ、いろいろ航空券をね無料であのプレゼントしますよとか、あとバウチャーをあげますよみたいなキャンペーンをやってて、日本人向けの航空券無料キャンペーンっていうのは今私が、ね、いる今日現在だとまだ始まってないんですよね。東南アジアとかはもう始まってるみたいなんですが、ただねあの、まあ、外国人全部に適用してるキャンペーンがあって100ドル分のバウチャーをばらまきしてるんですよね。でそれをもらうために、ね、あの事前登録しないといけなくて、はい、オンライン旅行サイトで 何かしら、ね、予約するとそのバウチャーをもらうねあのサイトのリンクが送られてきて、そこで登録すると、まあ、空港であったりとか、あと空論とか門国とかあの主要な場所のなんかビジターセンターっていうところね、うん、あの観光案内所みたいなところでそれをねあの、まあ、受け取ったり、まあ、見せたりするとなんかもらえるみたいな、ちょっといまいち自分もよく分かってないんだけど、一応登録してで100ドル分のねあのバウチャーをもらうあの権利をもらいましたんで、これは一応香港空港の、どこだったかな、なんか、まあ、多分出口の辺にあるんでしょうね。そこでこれ見せるともらえるみたいなんで、その辺をちょっとあのやっていこうかなと思います。すいません今探り探りやってるんで合ってるか分かんないんですが、まあ、着いたら分かりますね空港ね。多分次回の動画になると思いますけど、うん、そんな感じでちょっと申請はしました。うん、だから今外国人の人たちをすごい呼び込むためにめちゃくちゃお金ばらまいてますね香港ね。ということで間もなくチェックインカウンターが開きますんで並びたいと思います。エコノミークラスです。ということでサクッとチェックイン終わりました。見せるものとかなかったですね。パスポートだけです。質問もなかったんでもうこのまま無言で発行という感じであっという間に終わりました。でとりあえず今からもう韓国を出国して制限エリア行きましょう。あとフライトまでは1時間半ぐらいですね。香港までは、このインチョンからだとだいたい4時間かからないぐらいで行くと思います。ということで保安検査と出国完了しました。まあ、自動化ゲートなんでめちゃくちゃ早いです。とりあえず時間あるんでプライオリティパスで入れるラウンジ行ってみましょうか。なんか時間が昼ぐらいからだった気がするけど、一応やってるか見に行きましょうか。やってて入れたらラッキーみたいな感じで、もうお腹は全然空いてないんで。この先に確かスカイハブラウンジがあるんで入れたらいいな。お、やった、入れる、空いてますね。スカイハブラウンジ入りましょう。ということで久しぶりにスカイハブラウンジ入りましたね。すごい食べ物が超充実してる。すごい揚げ物とかもいっぱいあるし、確か自分でビビンバが作れたはずです。あ、そうですね、はい、辛ラーメンも食べ放題。お酒はあれですね、テラビールが飲み放題、まあ、あとワインとかこんな感じですね。コーヒーマシンもあるし。ということでラウンジ入りましたけど、先ほどねがっつりご飯食べてしまった上にパンまで食べましたからね、腹がパンパンです。まあでもせっかく入って何も食べないのもったいない気がするんで、一応ちょっとだけ持ってきました。はい、こんな感じ、スパゲッティとチキンナゲット、はい、これはサイダーですね。あのチルソンサイダーじゃなかったスプライトですね。ということでラウンジを出ました。もうゲート行っちゃいます。香港航空初めて乗りますからね、気になりますね。久しぶりに初めて乗る航空会社に乗る気がする。お、
ダンキンだ、この前ここでライブやった気がする。ゲートは本当にこのコンコースの先ですね。 LCC とか止まってるとこです。めちゃ遠い。ということでゲートの前に来ました。35番ゲート香港航空629便ですね。アシアナ航空との共同運航便ですか。はい。もともと予約した時はね、機材がエアバス330だったんですけど、小さくなってますね。うん、さっきなんか座席表見たら変わってたんで、320か321ですね。多分320ですね。ということで、間もなく搭乗開始です。それではゲートくぐりました。超久しぶりの香港に向けて出発します。ということで座席に着きました。モニターもないタイプの、まあ、普通のなんだろうな、 LCC ではないですが LCC っぽい感じの機材ですかね。で、香港航空のエアバス320ですか。はい、こんな感じです。で、自分が33の K だったんで後ろの方かなと思ってたんですけど、前から3番目ですね。かなり前方の席でした。ビジネスクラスがない機材ですね。あの330の方はビジネスクラスありましたね。最初予約した時はあったんで誰も買わなかったんですかね。なのでかなり前方側なので、まあ、エンジンより前の方の席ですね。ということで、まず座席の間隔は拳1個ちょいぐらいですかね。そんな広くはないですね。コンセントとかも全くないですね。やはり香港のエアラインだとやっぱりキャセイパシフィックが一番でしょうね。うん、でも料金はね、正直言って香港エクスプレスより安かったですね。今回この香港航空の方が荷物も預けれますんで、そう考えると香港エクスプレスに関しては荷物預けで1万円ぐらいプラスになるんですよね。すごい高くて、そう考えるとかなりコスパはいいです、香港航空はね。まもなくドアが閉まります。やりました。隣来なかったですね。ほぼ満席に近いんですけど、一番前と自分の横かな、空いてますね。こちらのインチョンから香港国際空港まで今3 hours 40 minutes って言ったんで3時間40分ぐらいで、まあこのままだと装着するだろうみたいなことを言ってました。それでは飛行機のドアが閉まりました。動画の途中ではありますが、少しばかり広告をお許しください。今私はハワイのホノルルのホテルに宿泊してるんですが、現在 NordVPN では
2年間契約でボーナス期間プレゼントというキャンペーンをやっております。詳しくは概要欄にリンクと私のチャンネルのクーポンコード記載されておりますので、それを活用していただいて2年間プランを契約いただくとお得に利用することができます。ここ最近では実際に VPN を使われている方が非常に多いと聞きます。まあ私もその中の一人なんですが、まあこういった海外でね宿泊するとき、まあホテルとかで、Wi-Fi ね皆さんつなげると思いますね。私が紹介しているノード VPN 業界最速の、通信速度を誇っております。あとは使い勝手が非常にいいです。最大6つのデバイスと、使うことを共有して使うこともできますし、ワンクリックコネクトといって簡単にスマホからでもパソコンでも、一瞬でね接続することができますので、難しいこう設定とかいろいろなんだこれみたいなことはないです。この動画の概要欄に専用のリンクと専用のクーポンコードありますので、そちらを活用していただいて2年間契約をいただけるとボーナス期間のプレゼントを、キャンペーンでやっております。契約して使ってみたんですが、やっぱりいらないなと思ったお客さんに関してはですね、30日間であれば無料で返金保証がついておりますので、まあ、ちょっとお試しでやってみて体験するということも全然無料でできますので、よかったら検討していただければと思います。それでは本編に戻ります。それで機内サービスが始まりまして、なんかあったかいパンをくれました。ちょっとこれ開けないと分かんないですね。あとオレンジジュース、もらいまして、ビールとかワインもありましたね。で1個ちょっと面白いと言ったらあれですが、香港航空なんですけど、チベットの水ですね。はい、チベットの言葉も書いてあるね。なんでなんだろう。はい、チベット水です。めちゃくちゃ美味しいな。なんだろう、あんこみたいなやつ入ってるんだけど、通りもんみたいな味がします。ミルクあんみたいな、味はほぼ通りもんに近いですね。で、熱々ですし、パンもなんか独特な感じがして美味しいです。ということで、あれから爆睡してました。まもなく香港空港に着陸します。ということで香港に到着いたしました。香港の匂いするね。おお。ということで香港入国完了いたしました。もう全部終わりました手続きも。めちゃくちゃ久しぶりだわこのフロア。すげえ懐かしい。なんか感動した。もう何回も来てるんですけど香港ね、ここのエリア。ついて大体ここに来るじゃないですか。あの先が空港の鉄道の駅ですけど、懐かしすぎる。なんか感動しましたマジで。あ、3、4年前とあんまり変わってないですね。電車の切符売り場もこのドセンターにあるし、あーすごいわ。
はい、それで今回の入国ね、まあ、入国審査、イミグレーションどうだったかっていうと、パスポートの確認があっただけです。質問も何もないです。で、自分がね、ホテルをこう出る前に自主的にやったあの抗原検査の結果とか見せろとか、そういうのもなかったです。ただ抜き打ちでチェックはあるみたい、うん、俺はなかったです今回はね。であと E チャンネルの登録もそのイミグレーション終わった後の、横のね事務所みたいなところで受付やってるんで、そこで今やってきて、それ全部合わせて30分ぐらいかな、荷物をピックアップするまで、うん、あの今出口に出てきたら人たくさんいたけど、イミグレーション行くまでの、 あの動線では全然人いなかったんでガラガラでしたね、はい、基本的には、うん、はい、この先香港に旅行行かれる人多分増えると思いますけど、あのぜひね航空会社のステータス持ってる人、まあ、JAL でも ANA でもいいですけど、ステータスを持っていれば基本的にあのイミグレーション自動化ゲートを通ることができるようになりますので、その前に1回登録が必要なんで、通常イミグレーションを受けて、で事務所で登録してとすれば、もう今後一切あの香港の方と同じようにね、日本人の人も自動化ゲートを使います。はい、自分は航空会社のステータス何も持ってないよっていう人はですね、4回香港にあの入国すればそれをねあの受ける権利があるみたいなんで、4回通り通常並んであのやればいけますから、それでもいいと思いますけどね、うん、まあ、基本的にはあの、まあそのね、並ぶ時間がめんどくさいと思う人向けのサービスなんで、全然並んでも大丈夫っていう人は気にしなくていいと思います。それで今回ですね、香港に3日間滞在する予定でおりまして、今からホテルに移動しようと思うんですが、その前に両替だとかその SIM カードだとか、あとね今キャンペーンでやってるハロー香港、それのなんかもらえるものとかちょっともらってからホテル行こうと思うんで、ちょっとまだすぐには動けないですね。あとどうやってホテル行くかも決めてないんで、とりあえずちょっと今からあのそういう雑務をこなします。でその後ホテルに行きます。ホテル行くところまで今回動画をお届けします。とりあえず今から事前予約した交通 IC カードですね、オクトパスカードをちょっと取りに行ってきます。バウチャー持ってるんで引き換えるだけなんですけど、それがね今まで持ってたんだけど、どう探しても家で見つからなくて、多分どっかになくしましたね、オクトパスカードね。だから今から再発行します。ということで引き換えてきました、オクトパスカード。これであのバスとか地下鉄とか全部乗れるやつですね。さすがに香港ドル一文なしはねちょっと怖いんで、ちょっと今両替しました。1万円で、540ドルぐらいですかね、1ドル18円ぐらい高いね、まあ、手数、まあ、今チャート見ると17円ぐらいだけど、まあ手数料高いね、空港なんでね、まあ、だから1万円だけにしときました。街中でしてもいいし、まあ、キャッシングでもいいんですけど、とりあえず SIM カード買うために現金でがいるっていうんで、これで買いました。こちらの SIM カード屋さんで今 SIM を買いました。さっきねクレジットカードダメって言ったけど、やっぱり使えるみたいだったんで、わざわざ両替しなくてもよかったなという感じですがはい、で今これにしました。あの10日間で12ギガ、32ギガだと今118って書いてあるけど100でいいそうですが、まあそんないらないんで12にしました。他のところの方がね高いです。ここは一番安かった。4ギガです2500円とか売ってるけど、ここは10日間使えて12ギガで、まあ、1500、600円なんで、ここはいいんじゃないですかね。ちょっと適当に言ってます。すいません。もうちょっといろいろやること多すぎて、疲れました。それでは今からですね、あのと、どうやってホテルに行くか決めようと思います。あとね、ちなみに言い忘れてましたが、ハロー香港キャンペーンのやつね、あの、登録しておくと100ドル分のバウチャーがもらえるだとか、まあ、航空券無料で、発行してくれるとかいうのは、まだ日本は対応してないんですけど、そういうサービスもすでに始まっておりまして、で先ほどビジターセンターあったんですよね、行ったんですけど、まあ、自分の場合もあの E メールで来て E バウチャーであのもう処理されてるということだったんで、あの現金100ドルくれるっていう自分は勘違いしてたんですけど、そうじゃなくて100ドル分のなんかアクティビティとかお店とかで使えるバウチャーをもらうということで、もう終わってましたね。はい、なんでちょっと参考にあんまならないかもしれない。うん、直接ギフト券みたいなの受け取るみたいなのをねなんか見たんですけど、ツイッターとかブログで、そうじゃなくて E バウチャーにもうなんか切り替わってるんですかね。ちょっとすいません、曖昧な説明で全然ね、あのうまく取れなかった、もう いろんなことが一気に処理したからちょっとすいません、バタバタしててうまくで、ね、取れなかったんですが、はい、そんな感じです。あのこのホール A のところにねビジターセンターありました。あとですね、お店の閉まる時間が超早い、18時まで48分ですが、この到着フロアにあるお店ほぼ閉まってます。もう一部やってるけどね、コンビニとかやってるけど、食べれるご飯をしっかり食べれる場所はもうほぼ閉まってます。これあの聞いてましたけどね、今香港もう全然お店夜も早く閉まっちゃうよということで、あのその辺遅くに来る人はもう何もないっていう可能性がありますから、コンビニはセブンイレブンはやってると思いますけど、そんな感じです。うわーすごい懐かしいこの下り坂懐かしいな。バスの時刻表とか乗り場の早見表なんですが、めちゃくちゃ分かりやすいですね。自分はこの S1 これかな、これに乗って行こうと思います。ちょっとねバス停から 1.5 キロぐらい歩くんで、今タクシー乗ろうかすごい迷ってるんだけど、
まあ、ちょっとなるべく節約しようということでバスで行きます。せっかくあのオクトパスカード買ったんで、この柱みたいなところに色分けされてるんで、緑色のこれですね、この柱の下がバス停です。香港のバスは基本的に24時間運行なんで、いいですよね。はい、来ました、この2階建てのバス S56 です。それでバスに乗りました。 3.5 ドルですね、香港ドルです。ちなみにオクトパスカードなんですけど、最低購入金額100ドルですね。デポジットが50ドルで、でチャージは50ドル以上してくださいみたいな感じのルールだったと思うんですが、それの段階で1700円とか1800円ぐらいって考えると、今回 KKD というところで予約したんですが、50ドルチャージされてて、まあ、これ返せば50ドル戻ってくるんで、1400円ぐらいでオンラインで買えたんで、ちょっと安いですよね。あ、そうだ、言い忘れてた、あのマリオット系の4ポイントバイシャラトン、そちらに取りました。3泊そこでします。今は日本ではなくなってしまったサークル系があります。よくねベトナムにあるけど、香港にはまだ残ってんだ。はい、あとですね、この香港マカオがちょうど僕が来る2日前ぐらいに、あのマスクを、あの解除令みたいなのが出て、マスクもしなくていいですよっていう風になったんですよね。どこでも、空港でも、外でも、お店でも。ただマスク着用率は 100% です。今のところ外してる人ほとんどいない。めちゃくちゃ雰囲気がいい。めちゃくちゃ夜景も綺麗だし、雰囲気いいですね。海沿いです、今。このマンションすごいですね、規模が日本ではないぐらい。ということで着きました、今日泊まる4ポイントバイシェラトン、こちらです。めちゃでかいな、しかもすごい新しいです。できたばっかなんかな。よく見たらシェラトンホテルと4ポイントがくっついてるんですね。こういうホテルは見たことないな。とりあえずチェックインしたいと思います。もう疲れました、早く部屋に行きたい。知りませんでした、このホテルとさっきの駅ですね、無料シャトルバスがあったみたいです。しまったな。1階には自動販売機があって、日本の商品がたくさん売ってますね。これ大道のコーヒーとか、この自動販売機自体が改造はされてますけど日本のやつですね。すごくないですか、エレベーターが8機もある4ポイント、見たことないんですけど。ということでチェックインの完了いたしました。12階の16番の部屋ですね。なんとね、今日満室ということで、あのアップグレードできなくて申し訳ないって今言われました。アップグレードちょっと期待してましたが、まあでも人気っぽいですね、このホテル4ポイントですけど。今まで泊まった4ポイントの中で一番広いですね。果てしなく客室があります。ということでこちら1216、マジでピカピカだな、すごい綺麗。ということで部屋に入りました。めっちゃいい感じ。4ポイントとは思えないな、広いですね。すごいでかい窓ガラスですね。ベッドもでかい。で今、はい、USB もしっかりあるし、 あとすごい、ベッドの横にはアルコールスプレー、新品ですね。ちょっとアルコールシート、最近なくなってきましたね。ホテルに泊まるとアルコール類がね、あの用意されてること、本当去年は多かったけど、香港はまだありますね。あと今気づきましたけど、このミックスナッツみたいなやつ、お菓子が置いてありました。これフリーだそうです。まああとはお茶とかかな、こんな感じであって、水も無料です。で洗面台と全部アメニティありますね、さすが。トイレとでバスタブはない部屋ですね。で一番安い部屋です、これで。一番あのボトムの部屋で予約して、でキングサイズベッドの部屋っていう風に指定をしてました。でスイートとかあるんでね、そっち行くかなと思ったけど、さっき言った通りあのフルということで、こんだけ客室があってフルってすごいですよね。
で、あと朝食は無料でつきました、はい、そんな感じで3日間こちらに泊まろうと思います。なんとか韓国のインチョン国際空港から香港航空を利用してこちらね、香港、数年ぶり、もう久しぶりに入国しましてホテルにたどり着けました。先ほどチェックインの時にフロントで知ったんですけど、ね、自分がバスで移動してきた駅から無料シャトルバスがあった、クソっていう話をしたんだけど、なんとね、空港からもねシャトルバスが1時間に 2,3 本出てて、そう、もう帰りはですね、また香港空港戻るんで、もう空港こちらのね無料シャトルバス使おうと思います。知らなかったそれがあればね、あんなごちゃごちゃすることなくすぐにホテルに来れましたねとりあえず今日を含めまして香港、3日間滞在する予定です。で、明日はね香港1日ちょっと行きたい場所とか見て回って、で翌日はマカオに行って、で、また香港空港に戻ってくるっていう感じで、動画をちょっと出していこうとは思いますんで、とりあえず今日はもう部屋でゆっくりして、とりあえず今回の動画は一旦ここで終わろうと思います。次回香港滞在編並びにマカオ滞在編と進めていきますんで、よろしくお願いします。久しぶりの香港楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。